消費税から逃げちゃいけないと。消費税から逃げちゃいけないと。経団連は今月、消費税の引き上げも有力な選択肢の一つだと。健康寿命を伸ばしていく必要があると思います。病気になってから対処療法するんではなくて、死なない医療だとか、病気が悪くなる医療から、もう元気でいられるための医療に切り替え、そのための医療制度、保険制度を変えていく、作り変えていく。とりわけここは民間主導の民間が投資していく分野で、国民皆保険ではなく、民間がこの分野を担っていったらどうかと思います。経団連や経済同友会、そのご意向に沿い、奴隷のように従う我々政治グループです。名前は後藤。翼賛体制と申します。よろしくね。自民党に大阪維新と国民民主党、総かかると統一教会が加わり、立憲野党の分断が成功してるでしょ？市民の皆さん？まだ黙っているの？いいの？いいの？減税したいじゃん。